かなり広く取れてますので、そういったところでセカンドチャンスもいい感じで生まれてますね。まあ、昨日は少しサイモンにエンドワンになりました。少し京都はサイモンにこう偏ってしまう部分も、ね、はい。そして最初の名古屋の今日のポイントはレイパークス